ご視聴ありがとうございます。うつ主の月葉です。皆様ごきげんよう。未来の英雄、あやめだよ。今回はいきなりボス戦です。我々はこのアーレアの世界の均衡を保っている原初の楽器を取り戻すために、楽器を取り込んで強くなったモンスターを倒して回っています。失われた楽器の代わりに、私の先生が音楽の魔力を指揮して世界を保ってくれとるから、早く全部の楽器を取り返してあげないとね。今度のボスは雑魚敵を召喚してくるんですか。面倒ですね。ボス自体の攻撃は単調だし、隙も大きいから弓矢でチクチクしていくよ。視点を変えられないのが少し辛いけど、モンスターをハンティングするゲームで培った技術で倒してやるもんね。あやめちゃんハンターランク2じゃないですか。それでそんなに偉そうに言われても、ジャークがあれば脇腹に斧ぶち込むのに。それで敵の振り返りざまの爪を食らうんですね。わかります。これが私のハンティング力だー。綺麗な空ですね。今までタイミングなくて触れてこなかったけど、このゲームカメラワークが謎の時あるよね。ショップの宝箱を開ける時や、飛行船に乗る時のエルガーさんに話しかける時、見えちゃダメっぽい場所が見えることありますね。今回お迎え早いじゃん。見とったなら手伝ってよね。おお、またムービーだ。遺跡で拾った黒い羽、絶対こいつのでしょ。確か、クロウと言いましたかね。奴ら、さらに疑念を強くしてるみたいですマスター。そういえば、グイド先生は黒い羽に心当たりがあるって言っとったけど、こいつらの正体を知っとるんかな。こっちの計画を明かすまでやめないつもりですよ。心配事など聞きたくもない。私の計画はそれよりも壮大で素晴らしいものなのだ。すべては計画通りだ。島を不安定化させ、原初の楽器をすべて盗んだ。これにより、グイドは島の安定化で手が離せなくなった。グイドは私の手のひらの上で踊っている。すべて私の計画通りにな。ははははは、あ、はっはっはっは、行け。騎士にもうすぐ行動すると伝えろ。説明をつ。物語序盤にしてもう大体のストーリーがわかっちゃったよ。原初の楽器を盗んだのは、島を不安定にするのではなく、偉大なるマエストロのグイドを無力化するためだったんですか。何かしらの支援がありそうです。グイド先生を無力化しても無駄だもんね。私とゴルフという未来の偉大なる英雄がいるからね。ゴルフというのは、今操作している弓使いの少年の名前ですね。クレフには少しあたりを見て回ってくれって言われちゃったけど、どこに行こうかなー。いつもモンスター討伐のサブクエストをくれるモブキャラくんごきげんよう。まあ、選択肢としては、グイド先生か掃除のおじさん、エレノアちゃんの3択くらいしか思いつかないから、回収した原初の楽器を見るついでにアントニオおじさんの話を聞くか。おじさんいたいた。今日は端っこの掃除なんだねー。原初の楽器をまた見つけてくれたんじゃな。よくやった。ふむ、アーレアの歴史の続きを聞きたいのじゃな。おお、物語が進行したっぽい。グイドの発明ともう一人の学生の話じゃ。グイド先生の発明っていうと、この世界のすべてのものは音楽エネルギーの魔力で動いとるってやつだね。グイドはその発明を一人で行ったわけではない。彼の親友、デメトリオと一緒に研究しておった。二人とも非常に優秀な学生でしたが、デメトリオの方は野心的で、研究成果のさらに先を目指そうとしたそうです。つまりどういうことだってばよ。デメトリオは音楽の魔力に魅入られ、音楽の魔法に心を奪われ始めていたようです。最初は些細な変化じゃったが、デメトリオは徐々に変わっていった。彼は魔法とその可能性に取り憑かれ、秘密裏に実験を始めたんじゃ。グイドが必死に説得しても、デメトリオは聞き入れなかった。デメトリオは音楽の力を自然に反した方法で使うことを決心した。人の心を意志に反して支配し始めたんじゃ。操り人形のようにの。もちろん、こんなことが許されていいはずがない。デメトリオはグイドの元を去り、それ以降姿を見せなくなった。彼がどこに行ったのか、何をしているのか、誰も知らん。ふーん。なんかまた途中で切られちゃった感あるけど、今回はもったいぶって続きを話さないようなやり方じゃなかったから許してあげるよ。この世界のすべては音楽エネルギーで構築されています。主人公や人々の思考や行動さえ、音楽エネルギーで成り立っているのです。デメトリオはその大元である音楽エネルギーを操ることで、人
人々を意のままにする研究をして、グイド先生と対立しちゃったんだね。さてと、いつもの場所に戻ってきたけど、クレフ、何か進行した？デメトリオの話を聞いたんだね。マエストロのグイドは親友を失った時、とてもショックを受けていたよ。デメトリオは欲に溺れたんだ。この鳥も当時のことを知っとるんか？じゃあ、こいつもかなりおじいちゃんなんだね。クレフはこれから、調子の優れないエレノアのお見舞いに行くそうです。我々も一緒に行きますか？お見舞い行く行く。エレノアちゃーん。返事がない。寝ているようだ。ベッドに立つのはどうかと思いますよ。ベッドの手前で止まるかと思ったら、段差判定だったんだよ。ロリちゃん、エレノアちゃんの調子はどう？来てくれてありがとう。エレノア、一向に良くならないのよ。悪夢を見ているみたい。うなされとるんか？心配だね。あなたにお願いがあるの。沼に行って、ビーコンを起動してきてくれない？沼にアイテムを採取する必要があるんだけど、まずはそのエリアのビーコンを起動させておきたいの。必要なアイテムがあるなら、私が取ってくるよ。ロリちゃんまで何かひどい目にあったら大変だよ。きっとロリアンさんしか見つけられないような、専門知識を要するアイテムなのでしょう。素人目には見分けのつかない薬草やキノコなんて、5万とありますから。クエスト行く前にショップに寄っとくか。って、ロリちゃん。このゲームのキャラ、結構瞬間移動するよね。ちなみに、この後もう一回エレノアさんのところに行きましたが、そこにもロリアンさんはいました。沼地はカエルがケロケロしとって夏を思い出すよ。結構進んできたんだけど、ビーコンはまだかな。右上のミニマップの表示的に、この敵を倒した先にあるようです。了解だよ。でも、カエルが群がってきてうざい。おお、スキル攻撃の爆発矢が珍しく当たったぜ。爆発矢はタメが長いから、素早い敵には逃げられちゃうんだよね。ビーコンありましたね。じゃあ、早く起動して帰ろう。ローリーちゃーん。無事に戻ってきてくれてよかったわ。エレノアの治療のために特別な薬草が必要なの。取ってきてくれないかしら。結局私が取りに行くんだねー。いや、いいよいいよ。ロリちゃんが言って、エレノアちゃんみたいに寝込んじゃうよりは全然マシだもんね。ただいまー。全速力スーパーダッシュで行ってきたもんね。これでエレノアさんを治せる薬が作れるそうです。よかったですね。薬ができるまで時間があるそうなので、アントニオに歴史の続きを聞きに行きましょう。私あの人あんまり好きじゃないんだけど。月ちゃん聞いてきて、簡潔にまとめて教えてよ。まったく、仕方ありませんね。ただし、それは次回です。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。